はい、山田でございます。免税店の店長やっております。ちょっと金玉病について話しておきますか、念のために。僕はちょっとね、金玉病にを患っておりまして、というのも不摂生じゃないですか。もうすごくその不規則な生活で、でまあだから一生懸命やるタイプですし、手抜かないんですよね。手抜くタイプではないので、別にそれをすげえだろうって言ってるわけじゃないですよ。手抜けないんだから抜きたくても、でもちょっと抜きたいわよ私だって。まあそういうタイプなので、まあ頑張るタイプなのでね。でなんかね、まあ、3年目ぐらいかな、もういや1年目か2年目からもう金玉病を患ってましたね。でもうとにかく金玉がですな、おきんきんがズキズキと痛むからね、これはいかんと思って、近所の、その病院にね、あるんですよ、歩いても行けるぐらい、車で行きますけどね、病院に行って、検査してもらったことがあるんです。これそしたら前立腺炎っていうね、男性、まあ、僕らぐらいの40前後の男性特有の、炎症でございまして、まあ、疲れたらなるっていうやつなんですよ。原因不明というかね、別に性病とかじゃないですからね、だってもうセックス引退してかれこれ10年ぐらい経つわけじゃないですか。もうだから童貞を守り続けて10年足らず、山田久太郎でございます。なわけですから、もう性病になんかなり得ないでしょ、これで普通常に生きてて性病になったら本当こんな、ね、ひどい話はないわな。でなのでね、原因不明だから、ね、やっぱりね、何かの原因で、それでも何か菌が入ってるのか分かんない。それはね、お医者さんもね、あ、これはねって言ってましたよ。俺分かんないんだよねって言ってました。で、まあ、前立腺の炎症なんですよ。で、おきんきんがズキズキ痛むっていうね、疲れてくると、だから疲れてくるとヘルペスになったりするじゃないですか。僕は なんないんですけど、そういうのと一緒、疲れてくると古傷が痛むみたいなのと一緒で、それがおきんきんで出ちゃうっていうことでございましてですね、でもね、最近調子良かったんだけど、なんかちょっと金玉病になりますの、ね、でもそこでね、リラックスしたりとか、仕事量を減らしたりとかするとまた落ち着いてくると。で病院に行けば行ったでね、まあ、ちょっと聞かないでいいかいですなこれね、お尻の穴にズボッとその指を入れられてね、ドクターが入れてくる、じゃあ前立腺マッサージしますねって言って、ぐいぐい前立腺を押すんですよね。それがねすごく痛いんですよ。でもう、いやもうこの世の痛みではないぐらいの痛みで、もう勘弁してくださいみたいに僕は騒ぐんですけども、いやそんなね騒ぐほどの痛みなんですよ、そのマッサージっていうのが、炎症起こしてるからね、で看護師さんは苦笑い、するし、まあドクターも苦笑いしてましたけどね、まあちょっと我慢してくださいよみたいな、もうドクターは仕事ですから、でそれすると少し良くなったりするんですよね。あとは薬なんですけど、でもまあ不摂生やめないと治んないみたいですよね。だから付き合っていく病気ですからねとかって言われながら、まあまあそれだ、ただそれが大きい病気になるとかそういうことでもないですし、まあよくわかんないですけど、なぜそういう話をしたかっていうと、ちょっとね金玉病がまた発症してるっぽくてですな、で性病じゃないですからね、しつこいですけれども、そういう検査もしてますか、ちゃんとひょっとしたらっていうのがありますからね、まあまあでも金玉が腫れてるしつこい金玉が腫れてるわけじゃないです。で前立腺が前立腺っていうのはお尻の穴の中にあるんですけど、僕も詳しくないんでね、そこがちょっと炎症を起こしてる、疲れによって炎症
を起こしてるだけの、まあ、話でございますので、ご安心くださいって誰に安心し誰に安心を投げかけてるんだ。まあそういうわけ。ああ、でもお尻の穴の話したら、去年の夏腸の検査したの言いましたっけ。僕ね、腸はね、もともと弱くてですね、あれなんかで話しましたっけ。なんか話した気するな、これね。じゃあもっと、ま、遡っては話すと、ちょっと重複してたら申し訳ないです。やり始めてね、免税してやり始めて、本当不規則になったんですよ、生活が。ね。でも朝昼晩だから、睡眠時間少ないから食事はしっかり取らなきゃって思ってて、朝昼晩というか3食取った方がいいと思ってたんですよね。で、まあ朝って言っても、まあ昼ですよね。昼1食取って、で、夜また撮って、で寝るのが4時5時。あ、電話かかってきた。はい、山田です。はい、お疲れ様です。ごめんなさい、ちょっとね、いろいろ話してまして、どこまで話したか忘れちゃったんですけど、そうそう、3食取らないといけないと思ってたんですが、お腹の調子が悪くなりすぎてね、あ、この話しましたっけ、ついこの間。で、もう本当にね、腹がもう本当毎日下痢してて、本当辛かったんですよ。で、多分ストレスとかもあったと思うんですよ。あと慣れない仕事で、で、研修を1日3時間を3回ぐらいするでしょ。で、その間、うんちできない、うんちくんできないじゃないですか。で、研修中にだからね、腹もゴロゴロしてくるけど、あんまりトイレにしょっちゅう通うのもいけないし、で、トイレ行ったら今度またお風呂入んなきゃいけないし、一応ね、エチケットだから、もうすごく嫌でした。で、でも、ね、そういう風にな感じでな、やってると、もう研修中に下痢になって、ごめんなさい、ちょっとトイレ行ってきますっていうのがね、もうしょっちゅうでした。だから僕は本当研修中にトイレに行く人だって思われてたと思うぐらい。それで、あ、どうにかならんかなと思って、それで、病院に行く時間もなかったから、マジで病院行く時間なかったんです、最初の1年とかは。病気になれないというかね。で、編み出したのが、食べないっていうことだったんですよね。で、その時たまたま僕、サラリーマン時代の友達にね、できる男は超小食、超絶の超ね、超小食っていう本を紹介してもらったんですよね。今これ読んでんだみたいな。で、ああなるほどって、僕もファミリーね、ちょうどファミリーにあったんですよ、下のファミリーにね。で、そこで買って、読んで、あ、なるほど、タモさんもたけしさんも1日1食なんだと思って、あ、じゃあ俺も1日1食にしてみようって思ってね。で、お腹の調子も悪いし、1日1食にしたんですよ。一気に3食食ってたの。そしたらね、腹の調子すげえ良くなって、未だにでも研修中に下痢になることってあるんですけど、それでもそんな毎日とか毎回じゃなくなったんですよね。で、そしたらね、まあ、話どんどん変わっていくし、どんどん発展しちゃうんですけど、そしたらすごい痩せちゃってね、もうほとんどガリガリ、まあ、それなりに、まあ、中肉ですけど、それでも身長からすると痩せ型みたいになってね、まあ、数年を過ごしてたんですけども、あんまりいいかっこいいもんじゃねえなと思って、痩せすぎもね。だから食うようにしたんですよ。で、2食にして、で、2食がちょ、あ、この話したことあるね。で、2食にしたら、それで板についてたんですが、去年の夏やっぱりなんか鼻の調子が悪くなっちゃったんですよ。で、これはいかがなものかと、研修もバンバンできないしね、で、検査に、初めて腸の検査に行って、お尻の穴に、あ、これ言ったね、ごめんなさい、もう頭もおかしくなってきてますから、腸がおかしくなる前に頭がおかしくなってきてますから。で、お尻の穴に
管突っ込んでそのカメラをね突っ込んで、見ながらその悪い部位を探すみたいなのをやったら、やっぱポリープもあってね、あのちょっとしたまあ腫瘍、良性の腫瘍ですよね、それをあのピックアップっていうか、そのなんていうのかな、開始なり、カメラについたその、その何、それでメスで、カットして、そのまま撮ったりとかしてもらいながらやったんですけどね、僕もお尻がすごく敏感なんですよね。で、あの看護師さんに、敏感ねみたいに言われてすごく恥ずかしかったってネタこの間喋りましたよね。まあまあそんな感じです。なので、金玉病でもあり、腸も調子が悪いんですけれども、で、で最近もうね、なんかストレスからか、すごく食べてるんですよ。太ってきちゃって、でも去年のね秋頃から筋トレしてまして、で筋トレは多少肉がついてた方が筋肉がつくっていうのを知ってたので、まあまあ常識的ですよね。なのでいいわいいわと思ってちょっと太ってたんですよ。だけどあまりに腹が出てきたので、今度ちょっとダイエットしようと思って、今日からダイエット始めました。まあだから間食とかね、でも最近すげえ食ってましたからね、だからそれをちょっと、まあ、ダイエットするって決めたら僕結構できるタイプなので、痩せる